はい、今回は軽心丹という漢方薬の三片中の成分について、お伝えをしていきます。読んでいきますね。蛇行 1.8mg、 五黄 7.2mg、 流脳 42.6mg、 人参 58.8mg、 サフラン 28.5mg、 香節 28.5mg、 人工 21.3mg、 甘草 28.5mg、 桂皮 35.4mg、 牛タン17.7mg、 長寿 42.6mg、 木工 42.6mg、 肝臓 35.4mg、 生姜 14.1mg、 添加物としてセルロース、ヒドロキシプロピルセルロースを含有します。次に用法用量です。次の量を食感または空腹時に少し多いめのお湯または水で服用してください。年齢大人15歳以上、1回量1片、1日服用回数3回、15歳未満服用しないこと。はい、今日はここまでです。ありがとうございました。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。